皆さんこんにちは。今日は、旭川の隣町東川町が、アイヌ助成金を使って、作った、非常にですね、反日的な映画について、皆さんと一緒に考えてみたいと思います。これはアイヌ新法の15条に規定されたアイヌ交付金、これがですね、東川町が1億2000万円以上を得てですね、このカムイの歌というとんでもない映画を作ってしまったということであります。もうすでに旭川では公開されています。全国展開は1月の26日からということになっています。まあ、少しこれ、見てみましょうか。この、ね、差別と迫害に満ちたアイヌ民族の史実、これ歴史の事実として、書かれてますよ。こういうふうに史実というキャプションが入っています。まあ、これちょっとご覧になってください。土地を奪われ、言葉を奪われ、しっかり日本語覚えろ。アイヌ語は禁止だ。アイヌってだけで教育受けることも許されるのですか。忘れないで。これは公開されていたプロモーションビデオです。12月3日に旭川で、先駆けて上映された実写も見てきました。こちらはもっとひどい内容ですよ。で、これでですね、このような映画が東川町に交付されたアイヌ関連文化振興事業交付金によって、作成されています。1億2716万円。で、これでですね、これからこの映画の宣伝費用も入ってきますから、とにかくアイヌに関することをやれば国から金が来るというふうに、地方自治体、これから何をやらかすか分かんないんで、まず一回しっかり釘を刺していきたいと思います。これはですね、私が2021年、令和3年ですね、1月7日に言い出した、捏造と反日の館、ウポポイを切るという本ですが、ここにですね、もう、このアイヌ新法によって始まるアイヌの自治体支配という、そういう項目を設けております。これは、交付金によってですね、自治体がその交付金を得るために、アイヌによって、支配されていく、そういう構図が始まるぞという警告を出しておきました。アイヌ新法、これ平成31年、4月ですから、まだ5月前ですから、令和になってません。アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための、施策の推進に関する法律という長ったらしい名前ですけども、この15条、交付金の交付等という、国は認定市町村に対し、認定アイヌ施策推進地域計画に基づく事業の実施に要する景品に充てるため、内閣府で、内閣府令で定めるところにより、予算の範囲内で交付金を交付することができるという、まあ、こういう法律、これ見たらもうすぐね、何が起こるか、普通は分かるはずなんですけども、なかなか皆さん、反応していただけませんでした。でですね、これ、8割のお金が出るわけですよね。ですから、振るって、応募するかと思ったらですね、初年度は、なんと、一次募集で埋まらず、二次募集で埋まらず、三次募集して、ようやく予算が使い切れたというね、こういう、まあ、無駄というか、これ、人を堕落させるような法律であります。さて、まずこのプロモーションビデオから検証しましょう。これは決して実話ではありませんよ。この後打ち据えられたアイヌの背中からニシンが散乱しますが、カチカチに凍った冷凍ニシン、そもそもですね、これ、ニシン漁って飛岸水から始まるわけね。だからニシン漁で水揚げされたニシンが、凍ることはありません。ね、凍っていてはすぐにさばいて、数の子を作ったりですね、磨きにしたり、茹でて、絞りかすをね、肥料に加工するということはできませんからね。で、まあ、これを見るとね、まあ、強制労働というような形ですけども、これでですね、一人のアイヌが死ぬんですが、なんと浜辺に埋葬するわけですね。死んだアイヌを迎えて送るのは火の神様なんですけども、水のそばに埋めることは、これ、火の神様とのね、関係上絶対にありません。こういうことをですね、平茶で、作るわけですね。これをですね、教科書、この、秘術盗作の盗遊記っていうね、これはまあ、幕末に、江差し
に行った教科書、まあ、ほとんど幕府の調査の使命を受けて行ったんですね。で、まあ、一冬を江差の名主の家で過ごして、見聞したその地の記事を書き残しています。松前江戸地の状況、アイヌの風俗、江戸地の産物の記述は非常に詳細で的確で、当時の松前の庶民の生活を描いた資料としても優れております。で、これに書いてあるですね、風景、ニシン漁の風景ですね。これ、群雷と書いて、群来と呼びます。群来の時期は、彼岸過ぎから50日間、7日ごとに群来があると。魚を右手に乗せれば、すぐに左手に金が乗るような。男女、商人、武家、医師まで総出でニシンを取りさばく。病身、隠居、僧侶、負者以外は総出。落ちたニシンを拾う家父も、給料は稼ぐ。給料って言ったら、だいたい90万円ぐらいですね。まあ、女一人食っていくには1年分十分でしょう。とにかくですね、まあ、江戸期ですね。いわゆる丁稚とか、住み込みのね、女性なんかが1年にもらうのが3両ですから。まあ、それはもう、食事と寝るところあるから、それぐらいで済むんでしょうけども。まあ、そういう、お金の単位ですね。で、この江差しなんかはね、この50日間だけもニシン拾い、ニシンさばきやってですね、あと、もう働かないんですね。ま、次はもうお盆の準備、盆踊り、ね、七夕だとかね、そういうふうな準備をして、もうあとは冬を迎える。次の年まではもう働かないという、そういうことであります。実際に江差し行ってお寺とか見てきましたけども、素晴らしい文化遺産が残ってますよ。まあ、その頃ですね、最上徳内も江戸地に行ってますね。松浦武四郎のね、報告がですね、こういう状況、いかにね、でたらめかよくわかりますね。最上徳内なんかもね、武四郎のようなことは書いてません。要するに、松浦武四郎っていうのはね、江戸幕府が松前を直轄するために、とにかく松前のやってたことを悪く書き、アイヌをかわいそうだっていうふうに書く、そういう、もう作為が見え見えですね。まあ、とにかく、みんなニシンをさばくのにね、一生懸命でね、アイヌなんかぶったたいてる暇ないんですよ。これ、12月の7日、まあ、全国で放送されましたけどもね、イワシが大量にこの函館に流れ込んで、数千トンっていうんですからね、これ左の人はもう足取られて歩けない状態。おそらく江戸時代の群来のニシン場もこんな状態だったんでしょうね。これももうすごいですね。こんな状況。でね、これ村上島の城の江戸島期間にもニシン漁は取り上げられてますよ。ヘロキっていうのはニシンのことですよ。ヘロキ写生、松前の方言ニシンという文字を制して、魚にあらずと書いてね、この字を用いると。ヘロ彼岸より4月まで取る。江戸地、どの地よりも、いずれの地よりもと読んだ方がいいかな。多産せり、西江戸地のニシン、頂戴にして上品になると。40匹をつなぎ、一束として、背肉を切り、磨きというね、に制す。で、数の子、その中より、生肉は柔らかにして、味あしく。アシシっていうのは、まあ、味が良くない。この島の民、ニシン昆布を取るを、なりわいとして、農事は知らざるに似たりと、こういうふうに、ちゃんと書いてますよ。そして、この次、どうですか、これ。ね。もう、同じ、江戸島期間の図ですよ。この辺はね、これ、和人ですよね。これ、アイヌの人。ね、和人とアイヌ。みんな仲良くっていうか、一生懸命働いてるわけですね。これをですね、和人がアイヌ引っ叩いて、ひっくり返して、とんでもないですよ。そしてもそれ、史実に基づいてというね、そういうことを書いてる。もうこれ、とてもじゃないけどね。このまま放置するわけにいきません。で、この江戸島期間は寛政10年、1798年ですね、の頃の様子です。1799年に、東江戸地を幕府は直轄しますから、その前の図ですね。アイヌ扱いはね、江戸幕府直轄から、改善したことになってますけども、もうすでにこういう状況ですね。で、これはですね、イボシ北斗がニシン場に関する歌残してますよ。久しぶりで荒い仕事をする俺の手のひらいっぱいに痛い豆出た。一生飯食える男になってよと、両場の便りを共に知らせる。ニシン場の雇いになれば100円だ。金が欲しさに心も動く。大正の末から昭和の初めの100円というのはいかに莫大なお金であったかというね。うちの父親なんかはね、昭和、10年頃から兵隊に行ってるんですけども、大体その兵隊さんの月給がですね、10円ですからね。そういう時代、100円です。たった50日働いてね。さあ、次はね、学校での差別ですよ。
うん、まあちょっとこれひどいですね。来るとこじゃないし、私たちの祖先は土地を奪われ、言葉を奪われ。しっかり日本語を覚えろ。アイヌ語は禁止だ。アイヌってだけで教育受けることも許されるのですか。まあ教育差別ね、アイヌの子供への暴力映像ですよ。当時ね、上級学校行けるのは恵まれた家庭の子供たちだけです。ね、和人生徒を徹底的に意地悪くね、描いて、醜く描いてますよ。我々の祖父母世代へのね、ヘイト映画ですね、これは。北海道はね、アイヌの土地なんかではありませんよ。アイヌは北海道に先住していた縄文人、族縄文人、そして薩摩文化人がね、を駆逐してですね、その古墳文化や土器文化、それをね、みんなね、潰してしまった、そういう人たちです。これはね、2017年6月29日、ビラトリチオ・シシリムカ文化大学講座で講演された国立科学博物館の篠田健一先生が公開した DNA 分布、DNA の分析から見たアイヌの侵入経路です。まあ、これ、渡り島っていうね、これね。これは、薩摩文化人ね、アイヌに押されて、石狩から道南に押し込まれた薩摩文化人、そして本州から渡ってきた人たちですね。それから、大体こういうふうにこの渡り島というの、もう非常にこの辺は、まあ、ある意味アイヌより先住してたわけですね。そして薩摩文化の遺跡っていうのは東北にもありますから、そういうことを考えるとこの辺りはもう一体だったわけですね。で、この講義をね、そして、カレコね、それから日の本、どうもちょっと言葉通じないけど、2つの種類がありそうだと。つまり、渡ってきたアイヌが2通りのあったと。だからね、この根室の方のアイヌと宗谷のアイヌというのは非常に仲悪くてですね、江戸の後期になってもですね、この根室、釧路のアイヌが宗谷に出かけて、60人殺したとかね、200人怪我させたとか。私の、住んで、故郷のね、愛別なんかもね、町名自体がこの、十勝アイヌとね、この石狩の方のアイヌとのね、戦場の名残ですからね。そういうふうにして、こういうふうにアイヌにも、大きく分けても二つ、あったということが分かってますね。うん。そしてこのね、講義をした篠田先生に対してですね、地元のね、アイヌがね、猛抗議したそうですよ。まあ、そういうこともあってか、だんだん国立科学博物館も、アイヌの、後から来たっていう話はね、ぼかすようになりましたね。でね、これ、教育差別として問題になるのは、土人学校ですがね、文字のないアイヌにね、文明社会を導くために、文字を教えることはね、急務でした。読み上げますよ。文明社会への参入に欠かせない文字を、アイヌに教える必要があった。アイヌの寝食は不規則であり、早朝から通学できず、別に教育する必要性があった。文房具を支給する必要性があった。入浴しないアイヌの指定は、飲み知らみ、さらには皮膚病が多く、そのため風呂を用意して清潔を、教育する必要性があった。イザベラ・バードなんかもね、アイヌのね、お家に入っても、床に座ることができなかったって言いますね、飲み知らみでね。それから、これ北海道新聞の記事にあったんですけども、十勝の土人学校の先生がですね、アイヌを清潔にしようと思って風呂を焚いてるんですけども、なかなか入ってくれないと。その、初めて入浴するのに2年か4年かね、かかったっていうようなね、そういう記事を北海道新聞紹介してますよ。で、それからね、朝食をとってこないアイヌが多いんでね、アイヌに対して特に給食をね、出したと。そういう地域もありました。アイヌの父兄は家で子供をですね、薪拾いだとか、子守だとかに使うんでね、どうしてもその仕事をさせなきゃいけないって言って出したからね、それに対してですね、明治政府は、子供を学校に出す家庭には、ちゃんとお金を払ってます。これは、台湾や朝鮮の併合の時にもですね、子供たちに文字を教えるために小学校に通わせる父兄には、ちゃんとお金出してますからね。同じですよ。うん。まあ、とりあえずね、この土人学校に軍人5人もね、押しかけて怒鳴り散らすなんてことは絶対ありませんね。それから実写映画ではね、遅刻してきたアイヌをね、殴り倒す教師がね、描かれてますよ。そして、それをさらにね、倒れた子供を長い棒で殴りつけるという。それをね、チリ、ユキエがね、かばって、叩かれるというね。そして顔に傷を負うという。まあ、なんともね、ちょっと、デタラメもいい加減にしてほしいですね、これね。うん。そしてですね、このアイヌの少女はかわいそうにですね、和人の少女たちにいじめ抜かれてですね、とうとうですね、
このそれをかばう地理行方にまたその和人の少女たちが暴力を振るう。そしてとうとうですね、そのアイヌの、ね、少女は自炊自殺してしまうんですね。和人少女による今でいうところのいじめ殺人ね、うん、まさにですね、我々の父母世代へのですね、和人に対するヘイト映画そのものですよ。それではね、じゃあこの地理行方と同世代のアイヌの女性や人たちがどういう、男性がね、どういう文章を書き残しているかお話ししますよ。バチェラーヤイコはね、これ一番お姉さんね。うん。要するにね、旧土人保護法その他でですね、アイヌに手厚く保護しすぎたと。そして、これをですね、特にですね、アイヌたちはこれをいいことにですね、与えられた土地を戸籍人に耕させて、そして自分たちは、ダミを貪っていた。戦後ですね、マッカーサーが農地解放したときにその土地をみんな失って、要するに遊んでては食っていけなくなった。この時こそですね、アイヌは本当の意味で自立するんだ。そういうふうに書いてますよ。それから吉田菊太郎。もう叫びたりのアイヌね、自分自身も叫びたりだったと。だけどこれじゃダメだって言って気づいてですね、自分から自ら禁酒して、そしてアイヌ強風会というね、要するにアイヌのそういう怠惰な生活、ね、遅れた生活から立ち直ろうという、そういう会を作って、奥さんと二人でですね、アイヌ教育に邁進した人です。それから、砂沢倉さん。この手記なんかはね、これ、チリ・ユキエと同じ旭川ですからね。チリ・ユキエより6歳年上。ね、そして、このクスクッドオルシペ、私一代の歴史というかな、そういう本を書いて残してくれてます。そしたらね、そこにね、アイヌをいじめるのは、アイヌっていじめられたら確かに。でもいじめるのはね、その、下働きの人やね、教養のない人だってしっかり書いてますよ。イボシホクト。イボシホクトはね、東京で働いてた、当時、不況になった時にですね、自分より能力のある人、自分と同等の人が、どんどん職を失って、食うや食わずになってるのに、自分はアイヌということで甘やかされてね、能々と職についてる。こんな差別はあるか。これこそアイヌ差別だ。そう言って、職を辞してですね、北海道へ帰ってきたわけですね。それから、次行きましょう。教育差別なんかありません。優秀な子はね、こうやって東大まで出てくるわけですね。まあ、こういうね、デタラメあまりにもひどいですね。これはね、また、この、北大名誉教授のね、児玉作左衛門先生と思われる人物が描かれているんですけども、これはね、先生の名誉を著しく傷つける内容ですよ。実写で何度も見せられるような、アイヌ墳墓の盗掘は日本人によっては行われておりません。ね、アイヌ墳墓の盗掘は幕末ですよ。イギリス人の犯行で、幕府は厳重に抗議して、17体の遺骨を取り戻し、アイヌ遺族に、250両という賠償金を支払わせています。17体に250両。2500万ですからね。これ大変なお金ですね。で、これ、児玉先生がね、アイヌ人骨にの研究に至った経緯が詳しく書かれてますよ。内容を少し紹介しましょう。まあ、京都大学のね、清野先生っていう方が、アイヌの遺骨収集でかなり強引だったと。でも、児玉先生、これちょっとね、批判的に捉えてます。で、自分も日本人の起源を明らかにしたいので、アイヌ人骨、ぜひ調べたいけども、ちょっともう諦めてたんですね。とそんな折ですね、ヤクモのアイヌ牧場主から、自分の牧場からね、骨が出てどうもなんないと。で、それなんとかしろって言って、そういう情報が入ってですね、児玉先生出かけて一生懸命ですね、その牧場主の牧場のあちこちにあるアイヌの骨をですね、片付けたわけですね。それから、千島アイヌ。これなんかはね、もっとすごいですよ。千島アイヌ、まあ、エトロフ、クナシリとかね、そういうところに調査に行ってですね、で、まあ、宗長の許しを得て、骨をですね、調べたんですけども、どうしても標本として持ち帰りたいと申し出たところ、宗長はそれはダメだということで、諦めた。そして諦めていよいよ帰ると。いう時にね、宗長を思い直してね、いや、自分たちの祖先がね、どこから来たかっていうのを、その研究で分かるなら、ぜひ、やっぱり持ち帰ってくださいと。そして、持ち帰って研究し、戦後ですね、ソビエトが侵攻してきて、島に降りなくなったアイヌたちは、児玉先生のところへ来てですね、我々のね、祖先のね、この骨にね、遺骨に、ここで巡り合うことができるのは先生のおかげだと言って、感謝までしてますよ。これ、函館ね、博物館のね、研究機運。ね、
まあ、この間あの小玉コレクションを展示してましたんで私も行って見てきましたけどもね、これご覧ください。この領収書トンボ玉ね、30連ってね、これにね一斤60円ですよ。昭和13年の60円ってどれぐらいのお金だったかね、とさっきも言いましたけど当時の兵士の月給が10円ですからね。左はねこれアイヌ本一式2万円昭和31年これ普通のサラリーマンの月給1ヶ月分よりまだ多いですね。大卒の初任給まだ1万円いってなかったでしょ、この時ね。そんな時代ですよ。まあ、とにかくね、そういう、お金を出して、っていうのはね、小玉先生のご自宅、ご自宅というか、ご実家が非常にですね、裕福だった。そういうことで、こういう、いろんな、大事なアイヌのですね、文化を保存することができたわけですね。まあ、これ税金によって作られた映画ですからね、これは公共物ですよ。日本民族を貶める、ね、捏造の愛の虐待映画はね、断じて許されません。直ちに上映を中止してください。ね、東川町はね、愛の交付金を直ちに返還しなきゃいけませんよ。こんなことをやってね。以上です。